科学チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。動物研究部の川田真一郎です。僕は哺乳類研究してます。で、今日は科学 VR を使って日本館2階の日本人と自然というコーナーがありますね。ここをちょっと解説しようと思います。これ懐かしいですね。僕は2005年に科博に入社いたしましたが、最初に頼まれた仕事が日本館の展示、いろいろ今まだ途中なんで完成させてくれというのがあったのを覚えております。それで日本人と自然ということですけど、日本人、我々日本の人たち、どういうふうにして生き物、自然と関わってきたのかというようなことが、このそんなに広いスペースじゃないですが、このようなコーナーで展開されているというわけでございます。最初はですね、これこの日本持ち込まれた生き物たちということで、いくつか、展示されておりますね。僕は虫が好きだったもんで、子供の頃ね、この辺のちょっと手長小金とかとても気になるんですけども、それは置いといてですね、哺乳類の研究者でございますから、この辺行ってみましょうか、これね。いろんな生き物を日本に持ち込まれて、大変な問題を起こしてますよというような、ストーリーでございます。で、こちら、フィーリマングース。これ、昔はジャワマングースって言ってたんですけど、最近ではフィーリマングースという別の種類だということが分かっておりますね。ヌートリア。僕、岡山県出身ですけど、岡山の川には何せこいつがとっても多い。僕、子供の頃にこれ、川で見つけて、泳いでるのを見つけて、あの時はね、カワウソ見つけたと思って、大喜びしたのを記憶しております。岡山県の瀬戸町という、町、瀬戸駅という前、駅の前を流れる秋吉川というドブ川でした。そんなところで僕は子供の頃、毎日遊んでたわけですね。こちら、アライグマ。アライグマですね。これ、吉本コレクションのアライグマですね。こんな生き物たち、ね、日本に持ち込まれて、いろいろ増えて問題になってございます。このマングースですね、ジャワマングース、フィーリマングース、これ最近では奄美大島でもうほぼ根絶が完了したというふうないいニュースも出てきておりますが、沖縄本島、沖縄島ではまだ、かなり、たくさん悪さをしていらっしゃる。で、こいつは運ばれてきた経緯がとってもはっきりしていて面白い生き物ですね。1910年に東京帝国大学の教授だった渡瀬正三郎先生という方がインドから、持ち込んだものが最初の個体群だというふうに言われております。で、30匹弱渡瀬先生はインドから日本にこれを船で運んできたわけなんですけど、その中で船の上で何匹か死んじゃったというんですね。で、その死んじゃった個体の一匹がこの剥製になったこの個体だというふうな説がございます。これもしかしたら間違ってるかもしれない。渡瀬先生はその持ってきたマングース、二十数個体を沖縄島に放したんですけども、それ以外に東京に持ち帰った個体があったというふうなことも当時の記録を見ると書かれています。もしかしたらその中の、東京に持ち帰って、いろんな実験とかに用いた後に死亡した個体だったのかもしれません。いずれにしてもこの、展示してあるマングース、これインドで捕獲されて渡瀬先生が1910年に捕獲したまさにその個体ということで、これとっても貴重なものなんでございます。そんなところを押しておくと展示の見え方も変わってくるのかもしれません。なんか裏話的な感じになってきますね。ちょっとこちらに目を向けますと、ちょっと右の方に目を向けますと、追われる生き物たち。増えて悪さ、持ち込まれて増えて、追う生き物がいれば追われる生き物もいるってことですかね。あんま直接的な関係はないですね、これね。別に、
マングースが入ったから日本狼がいなくなったわけではありませんので、まあでも同じ頃の出来事ですね。1910年にマングースが持ち込まれたとしたら、この日本狼っていうこの、日本の食肉類犬科の動物の最後の個体というのは1905年、マングースが持ち運び込まれる、こと5年前の出来事ですね。最後の個体というのは奈良県で、イギリスからイギリスの自然史博物館から派遣されたアメリカ人の、採集人、マルコム・アンダーソンが、最後の個体を持ち運んだということになっております。それが最後の記録ということですね。で、まあ、それ以来見つかっていないということが、まあ、定説になっております。まあ、ちょぼちょぼ怪しい記録はあるんですけどね。まあ、確実に標本があるのはそのイギリスにある1905年の個体が最後で、これ全身骨格が当館には1点保管されておりまして、この個体実はなかなかいわくつきの面白い個体でございます。実はこれ長らく倉庫の中にしまわれていてよく分かんなかった標本だったというふうに言われております。戦後になってから、今泉義則先生ほか皆さんでこれ発見して、これは日本狼の骨じゃないか、大変だということで大騒ぎになってということで、明るみに出た標本だというふうに伝えられているわけですね。まあ、標本自体は明治時代から保管されている非常に貴重なものでございます。まあ、全身骨格こういうふうに組み立てられた日本狼の骨っていうのは多分これ1個だけですね。頭骨たくさんありますし、バラバラの骨が保管されているものは、外国にはあるんですけど、全部揃いでこういうふうにくっついて、当時の日本狼の内部の様子を伺い知れるというのはこいつぐらいしかないんじゃないでしょうか。下には日本カワウソがありますね。カワウソ、これもまあ非常に貴重な、なかなか高齢骨格のね、カワウソも剥製は結構残されてるんですけど、骨となるとなかなかあんまりたくさん残されていない、全身骨格、高齢骨格というのは非常に貴重なものだと思いますよ。で、まあこういったもの、まあいずれにしてもこの割とでかい目立つね生き物、捕食者、捕食動物、食肉類の仲間ですが、こっちはイタチか、こっちはオニヌカですね。こういったものなかなかやっぱ環境とかの変化についていけない、餌がなくなってすぐ耐えちゃうとか、まあ生きていけなくなっちゃう、環境が悪くなってすぐ生きていけなくなっちゃうというようなところがよく起こるというような、まあ割と絶滅動物の、代表的なものということになるんじゃないですかね。そして、まあ、途中ちょっと鳥なんかも挟まりますが、この辺から家畜、ペットとか家畜の動物というのがまとめられたコーナーですが、これ僕来た当時ちょっといろいろ考えさせられた懐かしい展示なんですね。犬が3つおりますが、こちらにいますのは秋田犬、ハチ公と呼ばれている名前の犬ですね。ハチですね。ハチ。はい。これ、カラフト犬、ジロス。ね。南極行きました。私。こちら、甲斐犬、これは黒号という、甲斐黒という、なんか、すごく甲斐犬の中でも非常に優秀な犬だということで、なんかこの2頭に隠れてちょっと地味な感じに見えますが、これ甲斐犬の中ではとても優秀な犬だったというふうに記録に残されております。まあこういった犬、まあ家畜化の歴史が一番長い生き物ということもありまして、非常に、まあ現在、まあこういうなんかね、いわゆる日本の犬見てるとなんかみんな似てるなとか、まあ、ちょっとジロは毛がモサモサだなとかぐらいにしか思わないんですけど、まあ広く見ればマルチーズからプードルから、でかいのはセントバーナード、まあ様々な犬種がおりまして、非常にまあ多様な家畜ということになるんじゃないかと思いますね。
それで、こちらちょっと大型の家畜。これ、ちょっと結構僕が考えた内容が、これね、取り入れられてるんですね。2005年に僕が入ってきて、直面した問題は、このコーナーをどうするかと。で、新たに加わったのは、こちらに牛がおりますね。これ、口の島牛っていう、トカラ列島の口の島で、飼育されていたというか、半野生化していた、野生で飼われていたような、在来牛と呼ばれているものですね。で、長らく人の手が加わらなかったということで、割と日本古来の牛の姿を残しているというふうに言われているものでございます。牛っていうのは、基本的に明治時代になると、外国の品種なんかが日本に入ってきてですね、そういうのと交配して、今我々食ってる牛がいるわけでございます。飲んでる牛がいるわけでございます。で、ところが、この江戸時代より前にいた牛っていうのは、むしろ食べる、飲むためっていうよりは、こういうね、飼育に使われていた。牛舎を引いたりとか、畑を耕したりとか、そういったことに使われていたわけですね。で、そういう牛っていうのは、概してこの前半身が非常にもりっとした感じで、肉肉しい、ね、筋肉ムキムキって感じになっていて、よく働きそうなイメージがあるんじゃないかと思います。そういったものも入れようぜということで提案させていただきまして、この口の島の在来牛が入ったわけでございますね。で、もう一つはこれですね。このつながってるちっちゃい動物。これ、ジャコウネズミ。これネズミと名前がつくけども、トガリネズミの仲間。トガリネズミもネズミって名前がついちゃうな。全然ダメですね。トガリネズミっていうのは、モグラの親戚で、いわゆるネズミ、齧歯類のネズミとは全然別のグループの生き物でございます。そして、これは食虫類と呼ばれてるね、仲間、モグラの仲間ということなんですけど、その中で唯一、医療用、あるいはその薬とかね、そういったものの開発のためにということで、作られた実験動物。実験動物というのは、要は人の飼育管理下でどん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 繁殖して携帯できるような動物なんですね。で、それまで、これが開発される前というのはね、小哺乳類の、実験動物といって、やっぱネズミ、マウスラット、白いネズミですね。そういったものが主流だったんですけど、ある時期にね、やっぱこういう食虫類、ちょっとネズミとは全然別系統のものもあったらいいんじゃないかということで、名古屋大学の、小田誠一率いる研究グループが研究開発した、実験動物でございます。ということで、これただ実験動物を置くんじゃ面白くないから、このトガリネズミの仲間っていうのは、実はこういうお母さんの尻尾の根元に子供がくっついて、数珠つなぎになって、移動するという非常に面白いキャラバン行動というのが見られるんですね。で、それを再現した剥製を置いて、見たらどうかということで提案させていただいたものですね。懐かしいですね。そんな感じでこの部分構成されて、日本人が育んだ、いわゆるペットですかね、コンパニオンアニマル。あるいは、家畜的なもの、人の役に立つし、人の作業をお手伝いしてくれるような動物とか、そういうグループ。あるいは、このね、我々の医療とか、そういう生活、健康を支えるために、役に立っている生き物、こういったものを並べて、このコーナーを作るということで、丸く収まったというような経緯があったわけでございますね。懐かしいですね。このエリアはだいたいこんなところかなと思いますね。懐かしい展示を前に感慨深いトークになりそうです。僕はですね、哺乳類を研究してますが、ちょっと前まで爬虫類、両生類の標本管理も担当していたんです。めでたく2021年4月より、爬虫類、両生類の本当の専門家が科博に来ることになりまして、僕はもうすでに爬虫類、両生類の担当ではありません。思う存分これから、モグラたちと楽しい時を過ごせそうでございます。そんな僕でございますが、今日は科博 VR を使って、
日本館2階の脊椎動物が語る島々の歴史というコーナーのこのハブについてちょこっとお話ししようと思います。まあハブね、怖い蛇だなっていう印象を持たれてる皆さんいらっしゃると思います。確かにその通りでございます。怖いです、毒蛇です。で、まあそんなわけでですね、この沖縄、まあ奄美大島、ちょっともうちょっと北の宝島というトカラ列島のあたりから分布してるわけですね。八重山まで、分布しているんですが、まあ、この分布のパターンというのが非常に島ごとに変わっている。トカラ列島の一番南の宝島と小宝島には、トカラハブという種、こいつですね、がいて、で奄美から沖縄島周辺あたりまでの島にはホンハブという一番でっかい、この2メーターぐらいになる最大のハブがいる。日本最大の毒蛇がいる。で石垣や山、この辺りになると先島ハブというのがいる。で姫ハブという本州、四国九州なんかにいるマムシみたいなサイズのヘビというのもこの辺りにずっと分布していて、まあ、この分布っていうのが、まあ、渡来の歴史を見る上で非常に面白い例であるということがよく言われるわけです。で、まあ、この日本館を作っていたのはちょうど僕が科博に就職した2005年の頃で、で実は2005年に僕が就職して最初に与えられたミッションは、沖縄にハブを全部取りに行ってこいと言われたことでございました。懐かしいですね。でそれでまあ、あっちに詳しい後輩なんかを誘って、最初沖縄行って、この琉球周辺、この辺りにいる、まあ、せっかくだからハブだけじゃなくて、いろんな爬虫類、両生類も取っていこうぜってことでやったことがありました。はい。で、奄美大島はこの頃行ったことなかったんですけど、その後、まあ、その友達と行って、大体そのハブの捕まえ方というのもなんか分かってきたんで、この宝島、ここですね、こっちですね、この大きい方の島ですね、これね。宝島に行って、このトカラハブを捕まえるというようなことをやったのでございました。懐かしい。まあ、それでまあこのような展示ができたわけですね。当時の収集品。で、このハブは、いわゆる本ハブと言われているこいつについては、沖縄子供の国で、まあ、冷凍してあったものを譲り受けて、剥製標本にしたというようなことでございますね。はい。でまあこのまあ僕なんてのは普段はモグラとかネズミの研究をしてるもんで、こんな毒蛇を捕まえるなんてそんなもう冗談じゃねえやっていうような仕事になるわけなんですけど、まあね、科学に職を得て最初に与えられた仕事がこれ、わかりました、行ってきますっつってまあ行ったわけですよ、ここにね。ほんで、これどうやって捕まえるかっつうと、もうひたすらなんか出てくるやつを探すしかないんですね。で割となんか毒蛇っていうのは夜行性のものが多いみたいで、夜ひたすら車でいそうなおぼしきところを走り回る。でまあなんかそんな爬虫類に特化した研究者ってわけじゃないですから、こうやって道に出てきているやつを見つけてはターッと走って捕まえるわけですけど、まあなんせもこの本ハブっていうのも最初見た時は怖かったですね。でも結局そいつはなんかもう怖がってつついてる間に逃げられちゃって、結局なんかまあこの動物園でもらった標本を展示しちゃったわけで、本当情けない限りで本当にヘボい研究者でございます。一方でこのまあ先島ハブとかね、このこっちの方にいるやつね、これこの奄美沖縄にいるこのホンハブっていうのは毒がまあやっぱ非常に強くてですね、噛まれたらちょっとやっぱ死んじゃう系な致命的な毒を持ってるやつらなんですけど、こっちのやつっていうのはまあなんせそんなに毒が強くないというふうな話を聞いてましたんで、まあ割と見つけたらパッて頭を押さえて取ることもできたかな。まあなんかガキの頃からヘビいじくり回してましたんで、なんとなくその扱いは分かっていたところもございまして、なんなくまあ取ることができたと。でまあそういう経験を踏まえて、なんか僕はその一人でついにこの宝島のこのトカラハブっていうのも捕まえに行くわけですね。この島に行ったのは、そのこの辺りに行った翌年のことでございましたが、
鹿児島からずっとこのね、トカラ列島を次々渡っていく船っていうのがあるんですね。ほんで最後、宝島の次は奄美大島に行って、この次、翌日逆のルートで引き返すというような感じで戻っていくという、就航ルートでございました。で、奄美大島だね、トカラ列島のこの宝島にいたところは本当にいい島でしたね。で、実はもうこの島にはもうそこら中にこのトカラハブというこいつがおりまして、夕方ぐらいから島を一周するのに大体1時間ちょっとっていうような、まあちっちゃな島ですけど、ぐるっと回る、なんつうんですかね、道がありまして、それをまあ夕方歩き回る。そうするとなんか道の脇になんか下草が道に覆いかぶさってるようなとこありますよね。そういう下をちょっと覗き込むとハブがいるんですね。で、まあトグロを巻いて獲物を待っているハブに遭遇することができるわけでございます。で、そんなものを見つけちゃ、まあ捕まえて、まあたくさん取ったんですけど もうまあこれぐらいかなというところでやりまして、10匹ぐらい捕まえたと思います。で、面白いのがね、よく知られてることなんですけど、こういう茶色っぽいやつもいれば、茶色っぽい黒っぽいやつもいれば、たまに白っぽいのもいるんですね。で、そういうのがまあ、今度は白だなとか、今度は黒だなとか、そんな感じでまあ捕まえて回るというような感じでございました。で、まあ面白かったのもう一つ面白かったのは、このまあ一日中このぐるぐる歩き回るわけですから、まあ落ちてるものいろいろ気になって、実はよく鳥が落ちてるんですね。で、青バズクっていうんですか、この辺にいる袋の仲間ね、あれを3匹ぐらい、サンバって言った方がいいのか、サンバ捕まえまして、捕まえたのに拾いまして、サンバ拾いまして、ほんで、なんかそれを、鳥の研究者に渡したらとっても喜んでました。なんかね、頭のあたりやっぱ出血してたっつうんでね、なんかね、やっぱハブかなんかに噛まれてこれ死んでんじゃないですかね。ほんで、なんか噛んで毒で「やった殺したはいいけどでかくて飲めねえや」っつって置いてったような感じの、そんなフクロウさんたちでございました。ということで出来上がったのがこの展示で、いや、まあまあ、今でもなんか、この見ると、あの時のハブとの戦いが 思い起こされて、感慨深いものがあります。はい。他にも、まあ、いろんな、島の展示やってますので、まあ、他も、ぜひ、またね、コロナ収束したら見に来てやってくださいませ。はい。以上でございます。ありがとうございました。